私は今つくば市松代にやってきています。いいお天気でございますけれども、さあそんなつくば市なんですが、このつくば市のつくばエクスプレス、つくば駅周辺にて11月9日土曜日に第6回つくコンが開催されます。つくコンです。750人対750人、総勢1500人規模の大型町コンとなっています。はい、こちらはですね、男女の出会いだけではなく町おこしの働きもあるということなんです。そのつくコンのエントリーがですね、本日9月17日火曜日午前10時から始まりました。ということでこの時間は第6回つくコンについてお話を伺います。お話はつくコン事務局の大野雄介さんと川久保みなみさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ大野さんにお話を伺います。はい、今日の午前10時に、はい、つくコンのエントリーが始まりましたけれども、はい、エントリー状況いかがですか。そうですね、いつもドキドキなんですけど、はい、もう今日も現時点でもう数百人の方からエントリーをいただいております。そうですか。あの今年で6回目を迎えるということなんですけれども、どうでしょう、参加される方ってどんな方なんですか。そうですね、年齢はいつも平均年齢は男女ともに30歳ぐらいです、うん、でエリアはあの意外なんですけど、つくば市内の方は大体3割ぐらい、でつくば市以外の県内の方が6割で、あと1割ぐらいが県外から参加されますね。はあ、じゃあつくば市以外の方たちの方が多いんですね。そうですね、あの住所としてはそうですね。ああなるほど、はい、いろんな人が集まるこのつくば市ですからね、はい、本当にいろんな出会いがありそうですね。さあそんなつくコンなんですけれども、まあ、今年で6回目ということなんですが、それまでにはさまざまな挑戦チャレンジであったり、またこのつくコンを回数を重ねるごとに改善していっているというお話を伺ったんですけれども、どうでしょうか、この過去5回の歴史は。そうですね、最初はもう何もないところから始まったので、はい、もう今考えれば、まあ、よくやったなという感じなんですけど、やはり一回一回そのいろんなやっぱりクレームですとかそういうものも出ますので、まあ、そういったものに対してどう改善できるかっていうのを毎回考えて、あの一回一回改善してきてるつもりです。うん、はい、あの皆さん参加された声などもホームページ上にアップしていて、本当にこう参加した人の声というのも、あの今回、ね、参加することを検討されている方にもこう分かるようにホームページも、ね、されていますよね。そうですね、毎回あの第2回以降アンケートを取っているんですけども、そのもう結果、もう満足度の結果、料理とか接客とか、まあ、そういったものも全て公開してますので、あのそれが良くなっていってるのも見ていただけると思います。うん、他にもですね、他の地域の町コンに参加して調査もしたということで、参加した川久保さんどうでしたか。はい、そうですね、まず町コンをやるにあたって、もうそもそも町コンって何だろうっていうのが自分でもよく分からなかったので、まあ、他の地域で開催されている町コンに参加してみまして、まあ、そこの町コンはあの1店舗目、最初の1店舗目だけがこう指定されていて、そこからはもういろんなお店に自由に動けるっていう形だったんですけど、まあ、そうするとやっぱりその2店舗目以降の男女比が、お店の男女比も変わってきますし、結局行っても人気でこう人数いっぱいで入れなかったりとかもして、私実はその時あの合コン初めてだったんですけど、もうなんか本当にどうしようどうしようっていう形で、もうなんかその時間が終わっちゃって、やっぱりこれはなんていうんですかね、合コン慣れしてる人ですとか、その異性との交流にすごい慣れてる人でしたら、まあ、すごい楽しいかもしれないんですけど、やっぱ私みたいになんかあんまりそういう合コンも参加したことないようですとか、まあ、ちょっと異性と話すのが苦手かなっていうような方にはちょっと難しいかなと思ったので、まあ、そういう意味でつくコンはちゃんとまあ前半のお店後半のお店ってこうきっちり指定して、まあ、人数も男女比がまあぴったり合うようにっていうので、まあ、あの席替えもちゃんとまあ30分おきにまあこちらでお声掛けして席替えしていただくっていう形を取らせていただいていて、まあ、その自分が参加した経験を生かして、まあつくコンはこういうふうにしようっていうふうに話し合って決めました。うん、やはり参加した皆さんがどう感じるかっていうのは、まあ、開いてみないとわからないですし、そこから見えてくるものっていうのも多々あると思うんですけども、はい、その他にもこのつくコンっていうのは町おこしの一環でもあるというお話を伺いました。はい、はい、そうですね、やはり7割の方がつくば以外からこういらっしゃいますので、やっぱり少しでも我々としてはつくばのいいところを知っていただいて、またつくばに遊びに来ていただいたりとかするようなきっかけにこのイベントがなるといいなと思って、毎回やっています。
ということで今回の気になる第6回目のつくこんはどんな特徴があるのかこちらも伺いたいと思います。まず場所はどのあたりで行われるんでしょうか。はい、つくばエクスプレスのつくば駅周辺の飲食の店舗を使いまして、だいたい旧都ですとか南はデイズタウンまでの店舗をもう貸し切って使う、そこのあたりが会場になります。はい、交通の便もいいですもんね。そうですね、もう駅降りてすぐ歩いて行ける距離ですので。はい、そして今回どんな流れでイベント進まれるんでしょうか。今回はイベント自体は17時からなんですけども、もう17時の前に参加者向けにですね、セグウェイの体験会を行いまして。セグウェイですか、はい、こちらは何時からですか。3時からと3時40分から の、はい、2回に分かれているんですけども、人数の制限がありますので、それを2回行いまして、もう希望者に乗っていただくと、でまたそこで要は交流をしていただくと。セグウェイ乗れるとこなんて、公道で乗れるところはここつくば市以外はないんですよね。そうですね、公道で乗れるところはつくば市だけだと思います、もう乗ったことがない方の方が大半ですから、もちろんそういったつくばならではのその魅力もそうですし、そのつくこんに入る前の導入部分としてね、きっかけ作りになったらいいですよね。そうですね、もうそこでもう交流できますので。そうですね、はい、まさにつくば市ならではのイベントとなっていますけれども、気になるのが、その出会ってですね、その後カップルは結構成立してるんでらっしゃる、成立していらっしゃるんでしょうか。はい、ちょっとどうしたらいいんだろう。これまでももう何十組と成立してまして、で我々はそのカップルに対してつくばのいろんなお店のから協賛をいただきまして、そのまとめたチケットをカップルの方にお送りしてるんですね。ですのでカップルの方はつくこんで知り合って、つくばでカップルになって、でまたつくばのいろんなお店でデートもしていただけるような、そういう仕組みを考えまして、そういう形をとってます。合コンから出会いの場からその後のカップル成立した後のデートのサポートまでしてくださるんですね。そうですね、はい、そこで改めてつくばの魅力、デートスポットに行きまして発見できるっていう、これも町おこしの働きですね。そうですね、ここがまた思い出の地になっていただければ、じゃあ将来ここに住もうかとか、だからそういう風になってくれたら一番嬉しいなと思いますね。はい、わかりました。では気になる参加方法を教えてください。はい、つくこんの公式ホームページからのエントリーとなってまして、インターネット、 Google とか Yahoo でつくこんと検索していただければ出ていきます。でそこからインターネットからエントリーをしていただくんですけども、男女ともにですね、20歳以上の独身の方に限ります。上の年齢の制限はありません。で必ず2名か3名1組での参加になるので、1人での参加もできないのでお気をつけください。はい、詳しくはつくこんと検索してホームページをご覧ください。では最後に川久保さん、今回の第6回つくこんのお支えのメッセージお願いいたします。そうですね、皆さんの素敵な出会いのために私たち一生懸命準備しておりますので、ぜひご参加いただければと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。お話はつくこん事務局の大野雄介さん、そして川久保美奈美さんです。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、この第6回つくこんは本日からエントリー開始となっています。こちらの第6回つくこん自体は11月9日土曜日午後5時からとなっています。ぜひ皆さん参加してください。以上、この時間はつくば市から第6回つくこんについてお伝えしました。